データを解析してここで起こったことを再現したわ。サイバービジョンで確認して。大したもんでしょ。ひどい話だ。自分の基地の中でさえいつ忍者に襲われるかわからないのだからな。本当はこいつらに何をさせていたんだ。そう、3週間前傍聴チームにラザレフ研究所を調査するように指示した。あの研究所の連中は何やらおぞましいものに手を出していたからな。ハヤブサもそのことを突き止めたに違いない。で、つまり君の狩りの成功を祈っているよ。コンパウンド72でいっぱいみたいね。悪いことは言わないから、それに近寄らない方がいいわよ。
今のは。 まあとにかくラザレフ研究所は近いわ。研究所について調べてみたけど、この私でさえ恥ずかしくなるようなことしてる。どのビーガー出身だろうが、切って死ぬやつなら問題ない。あらま、これは脳筋ってやつ。Mm-hmm.
この先何が出るか分かんないけど、死ぬのだけは禁止よ。その目で貴重な記録映像を撮るまではね。ここの監視データがまとまったわ。見たかったらどうぞ。電気を帯びてるわ。研究所が垂れ流してる化合物のせいで面白いことになってるわね。
熱くなってもらおうか。Ah!
mortal. まずいわ。建物ごと崩壊しそう。早くそこを出て。俺も行きそうだ。 切り抜けてみせた。間一髪とも言うがな、ラザレフ研究所、冷戦時代の遺産だ。無茶な薬物実験に政府の隠蔽工作、その上ふざけたピエロまで出てきやがる。